街をさ、お湯だらけにするのはやめてくれるかな。はい、ってことで今回も続きからやっていきましょう。で、今回は？今回は？ん？誰？どこ？あ、あっこだ。いつも通りの温泉ね。へい。ガロンから話は聞いたな。そっちじゃねえわ。共に協力してアジトの外の魔物と戦うぞ。お主が慣れておらんのは知っておる。星が優しくリードするから安心するのだ。ではアイナ、共に参るぞ。さあ準備は良いか？いや違います、冒険には出ないよ私。こっちだよ話しかけたかったの。うひょー、魔物を倒してくれたんだな。アイナ、お前やっぱすげえぜ。ところでよ、お前がさっき手に入れたそのヘンテコな装置は何だ？ヘンテコな装置？ほえー、旅の扉ね。自分が求めるものがある場所に扉が開くってか。おっさんみたいな喋り方だな。そんな都合のいいものを魔物が落とすとは、これまた随分都合のいい話だな。まあ、それを言っちゃおしまいだ。そんなことよりだ。お前が助けてくれたギエラからの情報によると、どうやら姉子は海の向こうの陸地にある魔物の城に閉じ込められているらしいんだ。すぐに助けに行きたいところだが、魔物の城は今まで以上に硬い壁で覆われていて、簡単には攻め込めねえらしい。そこでだよな。お前には城の壁をぶっ壊せる強い武器の素材にできる鉄のインゴットを作ってほしいんだ。鉄は遥か遠くの鉱山地帯にあるんだが、都合よくその扉で行けたりしねえよな。なんなんさっきからそのま。とにかく鉄をたくさん集めて鉄のインゴットを10個作ってくれ。まあでももうすでにね、私は旅の扉を設置して、その旅の扉の先でいろいろと素材とか集めてるからね。鉄のインゴット、これを10個、今5個、もう一回だな。へい、これで鉄のインゴットを10個、出来上がった。できたよガロン。お、来てる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 。うおーすげー、よく鉄のインゴットを作ってくれたな。これで魔物の城の固い壁をぶっ壊せる強力な武器が作れるようになるはずだ。魔物の城に攻め込むときには、大金槌があるといいかもしれないぜ。大金槌？よーし。これで準備はできた。早速姉子を助けに。と言いたいとこだが、その前にベイパーとガロンからも頼みがあるらしいんだ。姉子の救出前に二人にも声をかけて、頼みを聞いてやってくれよな。なるほど。他の二人にもなんか、クエストがある。クエストコンプリート。銅のインゴット。鉄のインゴットは作れんけど、銅のインゴットなら作れたんや。お、ほんとや、二人にもびっくりマークが。へい。あら、アイナ。ちょうど頼みがあったの。何も言わずに伝わるなんて、運命的ね。いや、別に。姉子救出作戦の開始も近いじゃない？そこでね、私ちょっと考えたのよ。みんなの士気を高めつつ、心を落ち着けられる場所があるといいなって。気分を盛り上げつつ、高ぶる感じを抑える。こんなことができる施設は一つしかないでしょ？お、またなんか施設を作るの？そうよ、温泉よ。温泉何か置いて、今よりもっとグレードアップしてほしいのよ。え、また？どう？あなたなら思いつくでしょ？目にしたら血湧き、筋肉踊りそろ何かを。血湧き、肉踊るじゃないんや。筋肉なんやね、そこ。お願い、アイナ。温泉の中に素敵な飾りを置いて、私たちのマイラン温泉を、今よりもっとグレードアップしてちょうだい。もっとグレードアップって言われても。武器屋の壁掛けをひらめいた。武器を扱う施設の目印の装飾。これ何か関係ある？温泉に。ねえ、何が関係あるん？どうかしら、アイナ。血湧き、筋肉踊る、温泉のグレードアップは進んでる？温泉は熱い酔いで気力が湧きつつも、溢れる湯気の中でリラックスできる。それに、男の肉体からほとばしる濃厚な汗を見ると、がぜんやる気が湧いてくる。素晴らしい施設よね。そんな温泉をよりグレードアップするために、あんたがさっき思いついていた、温泉の中の壁に、武器屋の壁掛け一つと、剣の壁掛けを二つ飾ってちょうだい。何それ？なんで温泉にそんなものがいるの？とりあえず作るけどさ、あ、これ、武器屋の壁掛け。これが一個。ほい、壁掛け一個作った。で、あ、剣の壁掛けね。これ二つって言ったよね。
で、まず一つ。で、次、二つ目。温泉にこんなもんいるか？武器屋かって感じやん。で、普通に。もうそれ武器屋の壁掛けやけんそうなんやけど。よし、じゃあちょっと適当にこの辺にかけていこうね。じゃあまずこれ武器屋の壁掛け。で、剣の壁掛けはこっちの方にまあ適当に置いとこっか。この辺。へい。どうよ。マイラ温泉が荒くれ温泉になった。お？荒くれ者たちがいっぱいおるけん。へいへい。できたよ。こっちこっち。まあまあ、アイナ。温泉を素敵に飾り立ってくれたのね。温泉はマイラの象徴でもあるの。温泉を立派にしておけば、姉子も喜ぶはずよ。姉子はよく言ってたわ。武器の発明に行き詰まったら、温泉に入るとリラックスして気分転換できるって。正確に言うとね、姉子は昔、発明家の女子のようなことをしていたの。へえ、そうなんや。筋肉バカじゃないんやね。その発明家が残した手がかりをヒントに、魔物を倒す武器や兵器の開発を進めてたってわけ。私は姉が魔物にさらわれたのも、そこに理由があるんじゃないかって考えてるわ。そういう知識があるけんってこと？まあとにかくあゆな、素敵な温泉をどうもありがとう。これで姉子を助ける霊気も養える。準備ができたら姉子救出作戦のスタートよ。で、あともう一人もあるんよね。クエストコンプリート、キメラの翼。んで、なんかすごい急いで入ってたけど。あれか。いたいた、ベイパー。扉を開けただけだった今。へいへい。おー、あゆな、これが維新伝心か。ちょうどお主に頼みがあったのだ。みんなしてなんだ。姉子の救出が迫っているとあって、我々の士気は高い。だが、しかし、いざ魔物の城に攻め入ると考えると、こんな筋肉で足りるのか、どうしても不安でな。そこでアイナ、お主には魔物の城に攻め入る十分な筋肉を得るために、サボテンステーキをはるかにしのぐ筋肉作りを活発化する料理を作ってほしいのだ。また料理か。聞くところでは、青い扉の先に唐辛子なる辛い食材があるという。お、あったよ、あったよ。その食材でベジタリアンのわしも満足の、肉汁滴る肉料理を作ってくれ。もはやベジタリアンじゃないじゃん。何、肉食うの？ん？なんだと？ベジタリアンなのに肉を食べていいのかだと？バカもん。お主ベジタリアンと筋肉と。いや、ベジタリアンと姉子と、どちらが大切なのだ。私は姉子に会ったことがないからな。今日限りでベジタリアンを卒業する。さあ、わしのための肉料理を考え、作ってくれ。普通に肉が食いたくなっただけじゃないのか、それ。お。溶岩ステーキをひらめいた。体の底から力が湧き出す激辛ステーキ。超辛そうやん。あ、じゃあとりあえずこれを作れと。台所。溶岩ステーキね。お、あるある。これだ。溶岩ステーキを1個作った。作ったよ。ペーパー。あ、おるおる。まだか。ほい。おー、アイナ。わしが依頼した料理を持ってきてくれたのだな。ん？溶岩ステーキだと？これはうまそうな。さあ、早速わしにくれ。ほい、渡します。どーれ、早速一口。もしゃ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 。ガツ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 。ごっくん。もしゃもしゃもしゃって可愛いんやけど、なんか。うまいぞ。これだけで心なしか筋肉がついた気がするぞ。気のせいだ。実はな、アイナ。わしのベジタリアン宣言は今回で37回目なのだ。金を破るのは慣れておる。お主が気にすることはない。ガッハッハ。要はベジタリアンではないということだね。そもそも姉子の真似をしてベジタリアンまがいのことをしてみておるが、最高の筋肉を求めるわしにはやはり、良質な肉料理が必要なのだ。さあ、アイナ。わしの準備は万全だ。皆の準備が終わり次第、姉子救出に参ろうぞ。クエストコンプリート。サボテンフルーツ。サボテンフルーツってなんか美味しそうよね。あ、次はもう戦いか。ってことはちょっととりあえずちょっと寝とこうね。体力もそうやし、暗くなりそうやし。よ？暗闇の中に光が見える。お、なんか久々の。どうやら夢を見ているらしい。お、なんかピリンの色違いバージョンって感じ。まあでもピリンこんなに釣り目じゃなかったけど。
あら素敵なお兄さん、パフパフはいかが？たったの20ゴールドよ。これが伝説の。あら残念だわ。やっぱり伝説の勇者の子孫は真面目ね。でももしその気になったらまた声をかけてね。お、でも男？ってことは今の自分の記憶ではないってことか。ここから南の島へはもう行きましたか？なんと、もう行かれたと。とても強い者たちがいると聞きましたが、あなた見かけによらず強いんですね。いやーまあそれも当然か。あなたは伝説の勇者の子孫ですからね。ね、多分アユナではないよね。あいつはないんやセリフ。古い伝えではロトはこの島の西の外れに虹をかけたそうです。虹？自然現象じゃないのか。そして魔王の部屋の隠されたる入り口より闇に入ったとのこと。おお、様、あなたはルビスに運ばれたじゃない、選ばれた竜王を倒す役割を負った特別な方です。どうか定められた責務を果たし、この世界に光をもたらしてください。誰様やろ。遠い記憶のようだ。しかし、自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのか、よくわからない。自分自身ではなさそうよね、なんか。へい、それじゃあ、戦いだな。へい、ガロン。よーし、アイナ。ついに準備ができたな。いよいよ姉子救出作戦を決行する時だぜ。と思ったらだ。城に攻め込もうとしてる俺たちを見て、魔物どもが先手を打ってきたみてえなんだ。姉子を助け出すために、ここは何としてもしのがなきゃならねえ。さあ、頼むぜ、アイナ。戦いの準備はいいか？オッケー。ハグヌアー。どういうことだこれは。ハグヌアーってどういう叫び声だ。こんな時に激しい腰痛が。悪い、あとは頼んだぞアユナ。腰痛とかふざけんなし。ってことは結局この二人とバトルか。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。お、鎧の騎士軍団が襲ってきた。鎧の騎士軍団、あ、早速見つかった。待って、私見つかるの早くね。魔導士軍団。ちょっと待って、そこ、登るのなしでしょう。待って、メラとか唱えるんじゃないだろうね。誰やねんっていうね、喋り方。おー、ひょいって来た。来そうって言おうとしたら来た。お、でも味方が来てくれた。ありがとう。あ、これは剣、溜めたまんまジャンプすることはできないんだね。なるほど。でもこうやってね、みんながわらわら来てくれると、こう、敵の気をそらすことができるんだ。そして、あっという間にやっつけれるけど、なんかあっという間にやられてるよ。あっという間にやられてるよ。あ、担げる。担げるよ。これもしかして寝かしたら回復するんかな？ちょっと今までやったことないけど、やってみようかと思う。ということで。さあ。ほら。寝かせる。どうなんやろ？回復するかな？あ、なんか今微妙に体力のバロメーターみたいなの出てきたよね。ってことはきっと体調現れたよ。体調現れた。ちょっと待ってね。え、ちょっと待って、あ、堀の中の壁壊されとるやん。いや、私はね、ちょっとでも強くしようと、この石のやつよりもさ、この真っ白いやつの方が強いかなと思って、そうしたんだけど、あっちの方がなんか断然弱かったみたいだな。ありえねえ、超壊されてる。普通の鎧の騎士に超壊されてる。超絶弱いってことじゃん。いやー、切られるー。待って。うわ、ちょっと。うわ、今の超ダメージだよ。うわ、やめてよ。っていう子供みたいな。はぁ、どうよ。部屋。うん、縦側にいたらお前なんか怖くないんだぞ。さっ。いやー、ちょっと、上がってくるのはなしです。
ひゃー。ウェイ。なんだなんだなんだ。何がしたかったんだ今。てっ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 てなんかちょっと、ゆっくりめのダッシュになったけどさ、急激に。ちょちょちょ、どこ行くの？どこ行くの？あ、ちょっと、私の攻撃が当たらなかった。待って、隊長そこ崩せるの？やめてよ。ちょ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 、ちょい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 。あー、焚き火の台所が壊れた。てかそれさ、街の中私入れなくなってない？こっちから入るしかないのか。なんかあっちの入り口思いっきり壊されてるよね。あー、ほらほらほら。あ、なんか死んどる。ちょっと、いや、怖い。あの、ちょっとね、あの、あれですよ。街をさ、お湯だらけにするのはやめてくれるかな。はぁ、危ない。待って、怖い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 。ダメ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 、思いっきり落ちた。思いっきり落ちたし、思いっきりやれるとこだった。あ、部屋が。ちょっと焚き火の台所に、それ飛び出してきますか？うそんって感じやん。あ、なんかだいぶ回復しとる。ああいう感じになるんや。へえ。へえはいいんやけど、私ちょっと今すげえピンチなんだけど。あの、今私すげえピンチだから、誰か今扉開けたでしょ。誰？ガロン？何やってんの？あ、やられる。早く起きて。危ない危ない。へへへ。お、どう？今の結構なダメージ与えたでしょ。いい感じじゃない？いや、ちょい、近いわ近いわ、怖いわ。ね、あの、早く起きて。あ、起きた。起きた起きた起きた。これで、ね、味方がいるのはだいぶ心強い。速攻でやられたりしないでね。この隙に後ろから。よっしゃ、いったー。でも、あと2匹いるんだ。でも、あとは雑魚でしょ。雑魚でしょ。さあ、どうだ。あ、魔導士がいるのか、外に。なるほどね。なるほどね、はいいんだけど。え、やっつけた？お、すべてのモンスター倒した。やったね。ありがとう。バトルコンプリート。私、最後の方何もやってないや。命の木の実を手に入れた。イエーイ。はい。ということで、おめでたいわね、やって。今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォロー、よろしくお願いします。ツイッターの方は、動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかもうさ、街中が水浸しになるんだけど。やばい、超侵食された。